今日は太客が来るので出勤するカバンの中身を紹介していきます。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、忙しいのにアフター前にありがとうございます。大丈夫。ちょっとキャバ嬢さんのカバンの中身を見たいというコメントが多数いただきまして、第1回目はしおんちゃんということで、カバンの中身を紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が普段使っているのはラルフローレンのバッグです。結構長いこと使ってますか？そうですね、1年半ぐらい。1年半ぐらい使ってます。お気に入りです。お気に入りで、じゃあまず一つ目はイヴ・サンローランの香水です。めっちゃこれは甘い匂いがすごい好きです。鼻の香りがします。香水はいつも同じですか？変わりますか？結構気分によって変わってますね。一番のお気に入りがそれだと。そうですね、見た目が可愛いからテンション上がります。はい、ありがとうございます。はい、はい、次は2つ目はアイコスです。これも私が命の次に大切なグッズです。で、次、開封済みアイコスの種。種え、なんて言えばいいんですかね。大体なんか種とか言われたりするから覚えておきます。種ですね。はい、で、次は未開封アイコスの種。めっちゃ吸うやん。そう、タバコです。1日何本ぐらい吸いますか？大体まあ1箱ぐらいは吸いますね。朝から晩までで考えるとヤニカスですね。ヤニカスです。はい、はい、では次。あら、開封済みアイブラ5ミリです。髪も吸います。これなんか吸い分けってどういう感じしてるんですか？大体接客中にお客様から吸っていいよって言われた時は、はい、アイコスにして、髪だと灰が飛び散ってしまうこともあるので、あまり吸わないようにしています。じゃあ接客してない時は、うん、店の喫煙所で。あ、そうです。紙タバコ。紙タバコスパーッ。あ、スパー、ありがとうございます。はい、次は未開封。めっちゃ吸うやん。未開封アイブラー5ミリです。ストックです。ありがとうございます。はい、それからライター。ライター、あ、ライター大事ですね。大事ですね。はい、それからライター。めっちゃ出る。ライターです。ライター2本目。2本目はい、で、それから店のライター。エルドラドさん。エルドラドさん、はい、ありがとうございます。ライターです。接客中はやっぱり店のライターですか、基本は？そうですね、うん、お客様がライターなくなっちゃったとかいう時もあるので、すぐ入ってあげられるようにしてます。素晴らしいです。はい、はい、それからキーケースです。どこのキーケースですか？これはラルフローレンの。ラルフローレンのお気に入りのキーケースです。バッグと一緒に買いました。で、それからエアポッツです。エアポッツはもうこれは5、6年ぐらい使ってます。あ、結構長いこと。そう、なんか使えちゃうからお気に入りなのでずっと使ってます。じゃあ出勤中になんか音楽聴きながら来たりとか。そうです。音楽を聴いてテンション上げて、うん、よし今日も頑張るぞって思って出勤してます。ちなみに好きな歌手とか曲はありますか？好きな歌詞は、椎名林檎とアドが好きです。うっせぇわですね。うっせぇわです。それからアロンアルファです。いつも持ち歩いてる？だいたい持ち歩いてます。何用ですか？これはなんか物とか壊しちゃった時とか、あとネイル折れちゃった時に、うーん、ぬりぬりしてます。初めて見た、カバンの中からアロンアルファ。あまり持ってる人いないんで、一人持ってるとみんな持ってるな。確かにね、確かに確かに。そんな感じです。それから
ゴミついてる。マスクです。あ、マスク。マスク、大事、必需品です。マスクはなんかもう固定ですか？いつも同じメーカーさんのですか？それともなんかありますか？こだわりとか。あ、そうですね、基本黒マスクしてるんですけど、あんまりなんか衛生的に良くないかなと思って。なんかね、メイクがこうマスクだと落ちちゃうとか。そうですね、メイクしてる時は、メイクしてる時はちゃんと紙のマスクで衛生面気をつけてます。ありがとうございます。それから、あ、化粧ポーチですね。こちらディオールの化粧ポーチです。めちゃくちゃ物がいっぱい入るので大好きです。ちなみに中の化粧品とかちょっと紹介していただいていいですか？いくつかでもいいので、はい、一番気に入っているのはこれですね。リップなんですけど、シュウエムラのあのクリスマスコフレっていう限定品です。これリップがキラキラになるんですよ。なんかすごいラメが入ってて、それが好きです。セーラームーンとコラボしてます。あとは気に入ってるのは、あ、この2つも気に入ってますね。ディオールのリップたちです。これは下の方がまず最初に塗って、ちょっと唇プルプルにさせて、その後こっちのグロスを塗って、なんかもっとプルプルにさせます。語彙力語彙力なくてすいません。あと目薬大事。目薬絶対入ってます、うん、カラコンが乾くので夜中。これですね、ニスフリーのパウダー。女の子大体持ってが持ちがちYouTuber の挨拶みたいな。そう、これ前髪に、前髪のおでこのところにはたくと前髪がすごいサラサラするんですよ。だからベタベタ汗かいたりとかして、ベタベタの時にファファファってやるとめちゃいいです。おすすめ、持ってない人は買った方がいい。逆にこうキャバ嬢さん勤務時間も長いじゃないですか。はい。でその時にちょっとこうメイク直したりとかする時に、なんかこれ必ず使うよみたいなのありますか？持ってますか？メイク直す時はこれよく使ってます。ティルティルのクッションファンデですね。一番明るいやつです。これも結構なんか中にクッションが入ってて、ちょっと汚いんで、一応それもじゃあ、すいません、見して、これ抜き打ちなんで、ちょっと見せていただけると。クッション汚くて申し訳ないんですけど、クッションついてるから、そのままパパパってつけることができます。これ、すごいおすすめです。クッションは洗いましょう。こんな感じです。鏡とか、チーク、ハイライト、あとなんだ、アイライナー、コンシーラーなどもろもろ入ってます。そうですね、あとあれか、眉毛描くやつ、キャンメイク、これめっちゃおすすめです。鼻のところに塗って鼻高く見せることもできます、眉毛だけど。おすすめです。ありがとうございます。はい、それから、あ、メリロートですね。はいはい、メリロート、これは飲むとちょっとむくみが取れるやつです。見た目良くなるかなと思ってお守りに入れてます。いや、飲んでちゃんとお守りじゃなくて。なるほど、なるほど。今日は飲みました。はい。で、普段からよくそれ飲むやつ。そうですね、1日2粒飲まなきゃいけないんですけど、たまになんか飲んだのか飲んでないのか分かんなくて、なんか4粒とか飲んじゃってお腹壊したりもします。要注意、気をつけましょう。はい、それから、あ、お守り2個目、龍角散です。これは私タバコをすごい吸うので喉がガラガラになっちゃうので、
ちょっと喉やばいなって思った時に舐めます、出勤前に。逆に喉の話出たんで、あの酒焼けとかで喉を痛める時ないですか？そんなことないですか？あ、たまにありますね。そういう時にもこれ一番大事だと思います。もうこれ飲めば次の日にはどうにかなる、うん、そんな感じです。それからあとはバレンティノの財布です。なんかキーホルダーついてますねこれはちょっと友達がくれた、友達を二次元化したキーホルダーです。ちょっとつけるとこないので財布につけちゃいました。愛ですね。愛です、好きです、ラブそれから結構入ってるねめちゃくちゃ入ってます。あ、でもあとはあれだ、携帯、携帯2台です。はい、はい、ちなみに携帯は何を使ってますか？こっちが11 Pro で、こっちが14 Pro です。あ、Apple ユーザー。 Apple ユーザーです。 Apple 大好き人間です、ミーハーなので。それはやっぱりあれですか、プライベート用と仕事用、そういうわけでもない？そう思ってたんですけど、こっちが一応仕事用だと分けてるんですけど、こっちに親の、親とか友達も入ってるし、こっちもなんか友達とかなんか入ってるし、なんかあんまり分けられてないです、うんうん、そんな感じ。なくなりました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。